豊原真嗣は、福岡放送アナウンサー、元プロサッカー選手。現役時代のポジションは MF。福岡県福岡市博多区出身。月谷学園高校在学中に、第82回全国高等学校サッカー選手権、大会に出場した経歴を持つ。高校卒業後の2005年、この年日本プロサッカーリーグに昇格したザスパック札に入団。一年目は、 セカンドチームであるザス・パクサツ・チャレンジャーズにところを属し、J サテライトリーグ9試合に出場し2得点を挙げている。2年目にはトップチームに昇格するが、右室外骨の故障もあって、出場機会は得られず、トライアウトでも声がかからず、現役を引退する。引退に際しては、J リーグキャリアサポートセンターの支援を受け、J リーグ推薦制度で、 厚生大学キャリアデザイン学部へ進学。大学では経営、教育を学び、2011年卒業後、北海道放送にアナウンサーとして入社。2013年に地元の福岡放送に移籍した。なお、同局では、豊原と同じく JNN 系列局の在籍経験者に、須田健太郎と平川祐希がいる。ありがとうございます。